S さん、スパチャ、ありがとうございます。初スパです。お手すきで富永のハイライトを見て感想いただけると嬉しいです。個人的には23点取った試合の意見を聞きたい。富永のハイライト、23点って、あ、これか。久しぶりに見るな、なんか富永の試合。懐かしいですね。なんかそういえば、なんかめっちゃ NBA 選手に似てるやつらが集まってんじゃなかったっけ？あれ誰だっけ？誰かに似てるやつめっちゃいるんよな。うわ、誰だっけ？なんか前、こいつ NBA 選手に似てるっていう、あ、ナズリードに似てるやついたんじゃなかったっけ？違ったっけ？あ、そう、あ、そうそうそう、ナズリードだ。そう、ナズリードに似てるやついるんだよ。あ、何？普通にこれパスだけのシーンもあれされるんだ。まあでもこのシーンなんかはやっぱ、まあ、今年もランニングシューターとして最大の評価をされてるような気はするよね。このオフボールスクリーンだけではなく、ハンドオフもね、スクリーンを2つ用意して打たせようとしてるっていうのはね。なんかタッチ集みたいな感じだな。ハイライトっていうのも。なんかね、このプレーとかは、やっぱね、ここで止まらないように頑張らないといけないよね。まあ、パスを出したかったっていうのもあるかもしれんけど、やっぱハンドラーが考えることは、いかにこう止まらずに、まあ、止まるんだとしたら、本当にシュート打てるタイミングか、もうパスが出せるっていうタイミングか。けどこれ止まった上に何もできなかったっていうのは、まあこれは富永に問題があるよね。何かしらで判断を間違えてるっていう。で、個人的に気になるところは、気になるところっていうか、もし俺が指導できるんだとすれば、これズームアクションっていうんだけど、ズームするときにこのウイングの選手が切れるんよね。切れてくれるんよ。これサクラメントキングスとかもよくやるんだけど、そうなるとウィングのスペースがすごい空くんだよね。だこの空いたスペーシングをうまく使うスキルっていうのが富永には求められるから、ここでもらった後、もうちょいね、この辺のスペースを使ってほしいな。で、よくやるのがディアンジェロ・ラッセルとかがよくやるんだけど、ディアンジェロ・ラッセルとかはこの空いたスペースにボールをね、プッシュして、なんか落とすんだよね。ドリブルするっていうよりも、なんかボールをプッシュして投げるっていう方が正しいから。けどね、ちょっとドリブルがタイトすぎるかな、これ。自分の周りだけでドリブルついちゃってるから、まあ、ずっとディフェンスに追い続けられて、まあ、止まるしかなかったけど、ここでね、もう一個前にボールプッシュできてたら、またちょっと視界が変わってたかもしれないですね。アイソレーションも任されるんだ。ああ、でも止まっちゃってるね、これ。これもプッシュしてほしいな。これ、ウイングからの1対1だから、ちょっと俺の発言思い出してほしいんだけど、スロットから1対1するときは、コーナーに人がいていいんだけど、ウイングから1対1するときは、ピールスイッチやられやすいから、コーナーに人を置かない方が、ベターなんだよね。で、コーナーに人を置いてないと、どこにスペーシングがあるかっつったら、ここじゃん。ここのスペーシングを使った1対1っていうのが求められるんだけど、この富永の1対1も結局ここで終わっちゃってるよね。このインラインだけで終わっちゃってるから、これもまたディアンジェロ・ラッセルになっちゃうけど、ディアンジェロだったら相手をちょっとジェイルしながら、こう横にね、ボールをプッシュして、こう横に移動しながら、多分この辺でミドルシュート打ってると思う。実際にレイカーズでのディアンジェロもよくやるけど、で、もしここで止まるんであれば、これもうコーナーに選手いても問題ないよね。だからコーナーに選手がいないっていう、こうメリットをもうちょいスキルで表現しないと、もったいないなっていうふうに感じるかな。これはいいですね。これで3点目、あと20点取るんだよね。でも
すごいね。でもやっぱスリー打たれないようにこう慌てて出てくるんだね、ビッグマンも。やべえっつって、まあ、ここまで来たらもうイージーよな、どっちかにパス出してっていう。でも欲を言えば、これちょっとドンチッチレベルになってしまうけど、これドンチッチだったらパス出す前に目線はこの人に向けてると思う。もう今これ富永の目線ずっと51番にあるけど、これ51番にパス出す前にずっと53番を見続けてほしいな。でそれがあると、このタグのヘルプの人もこっち出ようとして、したら51番が開くみたいな。でも富永がずっと51番見ちゃってるから、やっぱね、パスもらった後もディフェンスもこうやってね、ヘルプできちゃってるよね。であれば53番にパス出す方が正しかったりもするかな、まあ、この人のシュート力がどんなもんかちょっとよく分かってないけど。だから51番のタフショットになってしまったのは、まあ、富永の別に悪くないんだけど、ドンチッチだったらこれドフリーでライブリーにダンクまでさせてるような気がするな。おー、ディープスリー、これで6点目。いや、やっぱディープが当たり前なんだな、富永。手をね、ちょっと置いちゃってね。これはシュート前かな。あ、いや、これもなんか自分がやりたいことだけを優先してる気がするんだよな。これもさ、やっぱチームでウイングから1対1するときはコーナー置かないようにしてるじゃん。さっきと全く一緒やん。だスペースはこっちのスペースを有意義に使わないといけないんだけど、まあ、富永はステップバックが好きだからね、最終的にこのステップバックを選択してしまってるけど、であるならばこれはやっぱコーナーに人いていいじゃん、邪魔にならないんだから。ここでステップバックするんだったら、でコーナー、このトップにいる人をコーナーに置いて、ここのスペースをさ、もうちょい作った方が富永もね、やりやすくなると思うんだけど、ヘッドコーチが求めてる富永の1対1の時はコーナーいないようにしましょうっていう、その作戦と富永がやってる1対1のこのスキルの使い方っていうのが噛み合ってないよね。これで8点目。さあズームアクションから。あ、これファールシュートファールになったんだ。まあこの時点でもう負けだよね。ボールがね、逆サイドにあるときはウィークサイドのディフェンダーっていうのは当然オープンスタンスになってね、仮にドライブで抜いてきたらヘルプ出れるような準備しなきゃいけないんだけど、確かにこれ難しいよな。ボールがあの逆サイドにあるんだけど、でもこうやってオープンスタンスで守ると富永が上がってくるときにそれに対応できなくなるからね、こうやってだからここの切り替えっていうのはすごい難しいから、もうボールが逆サイドにあっても、で自分がウィークサイドディフェンダーだとしても、もうあらかじめスティックしてチェイスする準備をするとか、まあ、もしくはスイッチディフェンスね、コミュニケーションしてスイッチするとか、まあ、富永に対してこのディフェンスはまあちょっとどうにか相手もしなきゃいけないんじゃないかな。俺ドンチッチって言った。お前ちょっとね、体調が悪くてね、頭が今まで以上に回ってないわ。富永ね、富永。そう、切り抜きさん、注意書きで富永ですってちょっと書いててほしいわ。変わるかったね。これで何点目？もう16点目ぐらい。
惜しいね。なんかでもドライブちょっと上手くなったんかな。そんなことない、うん、このねボールの勢いを使ってちょっとギャロップステップっぽくね、ここまで入ってきたのは良かったけど、すごい流れたシュート打っちゃったね。もったいな。まあギャロップでよかったかな。ギャロップして両足ストップしてちゃんと2対1作って、ポケットパスでバウンズパスすればよかった気もするけど、もうちょいやなって感じやね。これはもう富永からしたらイージーか。あ、監督がテクニカル取られてる。で終わりか。これネブラスカってどんぐらいなの？強いの？チームとして。